皆様こんばんは。今日は2020年7月12日日曜日です。今日のテーマはお金が溢れています。人民銀行は金融緩和で中国の株式市場、不動産市場が絶好調です。始める前にお話をさせていただきます。 YouTube では計算式があります。式、ルールがあります。話題の推奨ですが、例えば運動の関係の動画を見ていれば同じ関係の動画を推奨されます。それと話題になっている動画を推奨していきます。私は他の動画ではこの内容を放送されているなら、私は同じ内容を放送する必要がないかと思いますので、他の内容話題にしていますか、別の話題にします。そうすると推奨される機会が減ります。原因は今流行っている話題になっていないんです。それがシステム上の式ですので仕方ないと思います。もし今流行っている話題にすると確かに有利ですが、でもそうしたくはないんです。やはり価値のある内容を放送したいです。他のチャンネルと違う、あるいはない情報を、内容を放送したいんです。推奨されなくてもやっていきたいと思いますので、皆様の支持をいただきたいんです。支持、応援とは2つです。1つ、いいねのボタンをお願いいたします。他の動画では最後みんなこれを言いますが、私はあまり言っていないかと思います。いいねのボタンを押していただくと推奨される機会が少しですが増えていきます。それともう一つ、共有のお願いをしたいんです。 Facebook、Twitter、メールなどに共有をお願いしたいんです。大体ですがこのチャンネルの動画の内容は他の動画とは違うと思います。これが我々の価値観でもあります。主なニュースは必ず放送しますの同時に、他の情報を放送するだけではなく分析もして、経済的な知識を生かしてやっていきたいと思います。最近中国の株式市場は絶好調です。マンションの販売も調子がいいんです。人民銀行は金融緩和で全て絶好調に見えます。特に株式市場ですが、ロケットに火でもつけたように上昇、急上昇しています。特に今週ですが、連続5日間、買い手と売り手の確実な販売、売買数量も上がっています。株式市場では一番大事なのは出来高です。実際的に売買が成立した数です。出来高の量がないと株の値段はあまり意味がないんです。今回は出来高も突破的に上がっていました。2018年の2月から2年半ぶりです。株式市場だけではなく、不動産の販売も売れるようになりました。ただ、株式市場とは違います。株式市場は頻繁に売買が可能ですが、不動産にはやはり時間的にかかります。売買は以下につき平均3ヶ月もかかります。ので、不動産の出来高は上がるのは時間がかかります。ただ、最近不動産の値段が上がっています。結構上がっている都市とはやはり深圳です。深圳では中古の不動産の値段が6月だけですが、今年の5月より 1.48% が上昇しました。去年の6月より 14.55 も上昇しました。14.55% は約 15% ですね。この データは正しくなくても上がっているというのは事実です。去年の5月より 15% も上がっているというのは、深圳の不動産はもう十分に高いんです、実は。政府が発表したデータでは、今年の前半、1月から6月ですが、いっぱいまでですが、新築不動産、中古不動産、売買の成立件数は 6.07 万件です。
去年の前半と比べると 24.34% 上昇しました。同じですが、不動産の価値がいくら高くても売買の成立の件数が少ないと意味がないんです。これで見えるのは、不動産の市場は確かに回復しました。深圳を例にしますと、不動産の価格の上昇は銀行に関係があります。小さい借金会社も不動産に参入しました。4月ですが、銀行連合が各銀行のトップを集めました。会議をしました。小さい個人に少額なローンを会社はですね、不動産に入ってはいけないと言いました。そして銀行は自分のローンの商品をチェックするようになりました。とても静かでした。それと広州、寧波もですが、人気がある都市です。みんな上がっています。具体的には言いませんので、このような情報です。市場は回復しましたと言えます。ただ、回復しました。そして上がるようになりました。特に株式市場ですが、不動産は人気がある都市が先です。次は他の都市も引き続き上昇すると思います。原因は何でしょうか？後ろにある手が市場を前に押していきます。人民銀行です。この半年は政府はですね、市場にお金をですね、合理的で十分な量をだと、言いますけれども、実はかなりの金融緩和をされています。人民銀行は貯蓄の金利以外ですね、他の道具は全て使いました。人民銀行もですが、政府の部署もですが、一番悪い行為があります。それは教えないことです。市場の経済にはですね、一番重要なのは資金です。資金があれば市場があります。資金がなければ市場はないんです。でも市場の運営を維持する、正常に運営するために情報が大事です。情報の公開、透明度が大事です。市場経済の前提としては、すべてこの市場に参加されているものは理性的で最大な利益の追求をすることです。これが前提です。つまり市場に参加されているものはみんな理性的です。そして自分の利益のために市場で理性的な判断をします。これは普通なら言わなくてもいいものです。普通の市場はみんな同じなんです。例えばこの市場は供給より需要を超えましたので、この市場から撤退すると判断します。あるいはこの市場に参入しないんです。もしこの市場は需要がありますが供給が足りないと思うなら、この市場に参入すると判断します。それが商品が悪い、良くないと思ってこの市場に参入します。つまり透明度の高い情報を公開しないといけないんです。透明度の高い情報を公開して理性的な判断ができます。そして自分の利益のために購入するかしないか、この市場に参加するかしないかです。例えば香港ですが、金融センターとして実は情報のセンターでもあります。情報がオープン的で情報の流れも早いです。それが条件です。もし情報が遅れるとダメなんです。例えばどこか戦争が起きました。情報は知らないんです。農業の収穫に問題が発生しました。情報がないと知りませんので、農産物の先物取引はできないんです。ので、情報の流通がとても大事です。情報の流通流れはメディアに関係します。メディアが元気であれば情報の量も豊かです。スピードも速いです。香港の今のメディアですね、中国にどんどん買収されていきます。メディアは嘘を放送するようになりました。メディアとしては正常な機能をなくなります。そうすると、この金融市場での情報の流通はおかしくなります。あるいは、遅な情報です。
情報源に問題があります。市場経済は簡単そうに見えますが、実は複雑です。100年あるいは数百年もかかって正常な市場経済になります。私はこの話をしましたが、原因があります。中国の政府は今やっているっていうのは逆戻りです。以前のように改革する前に戻るっていう意味です。この中に一番あるいは一つあるのは人民銀行も政府の機構官僚もですが、みんなやっているのはこれを言います。実は違うことをやります。すべて教えないんです。嘘を言います。これをやりますと言いながら実は違うことをやるっていうことです。人民銀行は6月18日に上海に会議がありました。健康的な通貨政策を機敏に対応するだと言いました。実はこれは現在の通貨の政策です。劉するが言いましたので、機敏的な政策だと言いますが、ので金融緩和ですが、でもすごい緩和でもないんです。積極的な金融緩和だと言うならですね、緩和です。お金を積極的に貸しますよという意味です。もし適切適当な金融緩和だと言うなら、少しの回収厳しくするよという意味です。でも今回は言っているのは健康機敏だというのは緩いんですが、でもすごい緩いではないはずなんです。しかし実際的にやっているというのは違います。今かなり金融緩和をされています。現在銀行の準備金というのは 15% から 9% ぐらいに下げられましたので、商業銀行にお金が急に増えました。貨幣上数というものがありますが、後で説明します。中国の貨幣上数は 6.9 です。普通の国は 6.5、6.6 ぐらいです。銀行準備金は下がると貨幣上数が上がります。7月10日、人民銀行は通貨の状況を公開しました。でも、劉鶴が言った通りではないんです。この半年間、社会融資の金額の総額は20兆元です。約305兆円です。去年の同期より100兆円増加しました。貨幣上数は 6.9 ですので、通貨の量は2つのことに関係します。1つ、通貨の発行する量に関係します。1つ、この貨幣上数です。貨幣上数とは、毎月に統計されています。この1ヶ月で、いろんな場所でやり取り、取引をまとめます。これが通貨の結果になります。この結果をもとに一つの通貨は何回使用されましたか、あるいは何回市場に出てきたかを見ます。例えば私は1000円を持っています。この1000円でボールペンを買いました。ボールペンを売ってくれた人はこの1000円で牛丼を買いに行きました。牛丼を売ってくれた人はこの1000円で水を買いました。ので今日1日この千円札は3回出てきました。3回使われましたので、この3回の取引の金額をまとめると3000円です。でも実は千円札は1枚だけでした。でも3000円の効果もありました。この結果っていうのは 1×3 です。3とは貨幣上数です。1は通貨の量です。これで見えるのは通貨のレベルがわかりますので、この社会の経済が通貨の総額×貨幣上数です。貨幣上数が増加すると、社会での通貨の減少が拡大していきます。ので、中国の貨幣上数は 6.9 です。つまり、市場にお金が溢れています。ので、劉鶴が言いました。健康的な通貨を保つだと、実は、違うことをやっています。とても積極的な通貨政策だと言います。金融緩和です。理由は何でしょうか？目的は何でしょうか？原因は彼は知っています。実はやってはいけないことをやっています。
以前言いましたが、人民銀行は積極的な金融緩和をできないんです。と言いましたが、問題が起きますよと。冷凍に問題が起きます。みんな知っているはずです。現在人民元の冷凍っていうのは実は信用できないんです。この位置っていうのは厳しいです。ので、積極的な通貨政策を出すと人民元はやはり良くないですね。ので、人民銀行は言えないんです。でも、言わないんだからやはりできます。やります。お金が溢れます。結果は株式市場と不動産の値段が上がります。同時にやっているっていうのは政治上の先生をしています。去年からずっと言っています。中小企業を支持するだと言います。どうやって支持するかと言いますと、中小企業に優待な政策を出します。利息などでの優待ですが、中央銀行はこのようなことを言います。国民に見せます。このお金っていうのは、これらの企業に専用するだと言いました。去年の年末からです。でも嘘です。これは完全な計画経済です。意味がないんですね。資金の本質では、流すと収益のいいところに流れていきます。集まります。コントロールが実はできないんです。人民銀行は金融緩和にしています。商業銀行のところにお金が溢れます。市場に直接つながっていないんです。すべて商業銀行を経由してはいけないんです。商業銀行がお金が溢れると実はいいことです。お金を貸す余裕ができました。ただ、お金を貸すときに審査する体制があります。リスクによってお金を貸すか貸さないかです。基準があります。経済の状況が良いとき、条件の良い企業は多いです。安心してお金を貸します。企業も儲かります。お互いにウィンウィンですね。でも今は違います。銀行はお金を貸そうとしても、貸す相手はいないんです。いないというより、安心して貸す相手がいないんです。条件が悪い企業ばっかりです。これが銀行が実は大変です。利息が発生しています。そうすると、リスクが少ない、儲かる、自分に都合の良い市場に行きます。それが株式市場と不動産市場です。それでお金が静かに規定に触れないでこの2箇所に行きました。規定に触れないっていうのは何でしょうか？ニュースです。7月17日、中国銀行監査協会が言いました。中国の銀行業界、保険業界には高いリスクを目の前にしています。それが混乱の社会で景気がいいように見えることです。混乱っていうのは政府がコントロールできないことを混乱していると言います。詳細を言いますと、シャドーバンクが、現れてきましたと。形を変えて現れています。企業、個人の住宅ローンのレバレッジが上昇する。違法な資金が不動産市場、株式市場に流れていますと。我々は監査をします。市場を整理しないといけないんですと。違法な方法で資金を使うのを潰していきますと言いました。もちろんですが、これも自由な市場にはないものですが。ので、今の株式市場、不動産市場が元気の原因っていうのは、人民銀行がやっているこの半年間の金融緩和の結果なんです。金融緩和で資産の価値が上がります。人民銀行は通貨の政策は金融緩和ではないんですが、でもやっていることは金融緩和です。理由は自分はしています。やってはいけないことをやっています。でもやっても大丈夫できるようにあるシステムを作りました。それで怖がらないんですね。冷凍をコントロールできると自信がついています。以前の動画では言いましたが、このようなやり方です。では、今年の今後の半年ですが、人民銀行は言いました。結果を言いますが、今後の半年も同じですが、
相変わらず金融緩和です。でも二つの原因があります。一つ、通貨を管理するシステムはこのまま維持できるでしょうか。問題あるのはインフレです。インフレは6月では 2.5% だと発表されています。以前の動画では豚肉の話をしましたが 3.5% だと思いましたと。国家の統計局のデータでは豚肉のを、統計する、項目から外されましたので豚肉を統計にしない方針です。実はこの1ヶ月あるいは2ヶ月未満で豚肉の値段はかなり上がっています。豚肉はインフレの主な原因の一つです。豚肉の値段の上昇っていうのはどうして全体的な物価に影響されないでしょうか。統計に入れてないからです。この 2.5% では豚肉が入っていないんです。一つ、今後の半年は、金融緩和政策についてはインフレに関係します。もしさらにインフレすると金融緩和はできないんです。恐ろしい結果に、ので人民銀行はこれから金融緩和できる可能性が少なくなります。一つ、豚肉が高いです。2、全国的な洪水です。基本ですが洪水が発生するとインフレが起きます。インフレを刺激すると言います。3、全体的な経済を見てはいけないんですが、経済がいい時株式市場は下がります。経済がダメな時株式市場は逆に上がります。原因は私もわかりませんが、実はどう考えても結果がないんです。ただしある噂があります。あるいは笑い話です。経済がいい時みんな忙しいです。頑張って稼ぐ、お金も使う。経済が良くない時みんな暇です。やることがないからみんな賭け事、ギャンブルをすると言います。ので実はありです。証明はできないんですが、まあ笑い話として聞いていただければと思います。ので今後の半年は実は大変です。洪水は7月、とにかく7月はいっぱい続くと思われます。今日今朝地震もありました。被害の状況は不明ですが 5.1 です。中国の建物は地震に弱いです。地震を想像していないです。以前四川省の地震は 8.2 でした。何と言っても大変な一年になりそうです。もう半年過ぎましたが、残りの半年は少しでもいいですから良くなってほしいです。ありがとうございました。